ゴーツボリューム4銀座バージョンです。毎年私たちはテーマを決めて選曲、構成、演出を自分たちで行い、さまざまな本番で演奏しながら12月の定期演奏会まで1年間かけて完成させるオリジナルメドレーを作っています。過去にはアニメ、ドラマ、ミュージカルなどさまざまなテーマに取り組んできました。今年のテーマはファンタジーに決まり、曲名がファンタジーで GO となりました。ファンタジックな映画やアニメで使われている曲をピックアップしてメドレーにしてお送りいたします。これからもこのメドレーをどんどんパワーアップさせていきますので、またどこかで皆さんにお聞かせできることを部員一同楽しみにしております。それでは本日最後の曲、ファンタジーで GO2 ボリューム4銀座バージョンをお聴きください。どうぞ。
定純徳女子高等学校吹奏楽部の皆さんでした。どうぞ今一度盛大な